そへようこそ今日は律令っていう法令の中身、内容について見ていきたいと思います。専門的な用語が多いので意味をしっかりと確認していきましょう。律令っていうのは現在でいう法律です。律は刑法、量は行政法や民法など刑法以外の法律です。古墳時代には豪族が集まった連合政権だった大和政権が聖徳太子の改革とか大化の改新で中央集権国家を目指していきます。 その中央集権国家を律令に基づいて作っていこうとしたのが飛鳥時代です。奈良時代の少し前に完成をして、奈良時代以降の日本は律令に基づいて国家を運営する律令国家になっていきます。日本が律令を取り入れようと思ったきっかけになったのは、6世紀末から7世紀の東アジア情勢です。隋とか唐が中国を統一をして、朝鮮半島にも進出していました。 高句麗が滅ぼされたり、なんていう情勢を見て、今までみたいに豪族が集まってできただけの連合政権だと立ち打ちができないので、天皇がリーダーになる強力な中央集権国家に変わっていかないといけない、っていうふうに当時の人たちは思います。中央集権国家というのは、中央政府が強い権限を持って政治を行っていく国家のことです。中央政府の下で強くまとまっていて、攻められても負けないような強い国家を目指していきます。で、中央集権国家を目指すって言ってもどうしたらいいか。 すると近くに中央集権の強い国があったんでね。それが党です。党は中央集権国家になるために律令制度っていうのを採用していました。そこで日本はこれを参考にしていきます。中央集権国家を目指すためには中央政府が日本全国を統治するための日本全国に適用される大きな法律が必要です。それが律令です。 律令が整うことによって、それまで国の枠組みとか行政の仕組みについて明確な決まりがなかった日本の状態が、政府が日本全体の状況を把握して、一つの仕組みで運用していくことができるようになります。それで、田んぼ国家が配っていく反田収支とか、税金を集める素養庁の仕組みとか、地方行政の仕組みである国軍里なんていう明確な決まりができていきます。今回はそれを順番に見ていきたいと思います。まずこれまで日本で出された律令を順番に確認していきましょう。 年、天天皇の時代に作られたのが大見ただし近江陵は存在していたっていう説と存在していなかったっていう説があって未だにその決着がついていません689年の飛鳥清美原陵は天武天皇の時に制定されて持統天皇の時に施行されました陵がメインです唐の内容に似たものだったみたいで日本だとうまく浸透しなかったようですそして年、武天皇の時代に、 憲武天皇の息子の大阪部親王が中心になって藤原の信仁なんかと編纂したのが大法律令日本で初めて律と領の両方が完成して日本は律令に基づいて国を運営する律令国家になります718年には養老律令が編纂されます大宝律令の編纂にも関わった藤原の信仁を中心に作られました大宝律令を参考にしてその不備があるところを修正しています 757年、藤原の中丸政権の時に施行されます。大法律令は現存していないんだけど、養老律令はその解説本が残っているので内容を知ることができます。ではまず律令の律から見ていきましょう。律は刑法です。そこに定められているのは五刑と八逆。五刑は罪を犯した時の刑罰。これが5つあります。地、上図ず、る、死の5つです。 知は細い竹の棒で叩くこと。無知みたいなのをイメージしてください。上は太い木の枝で叩くこと。図は現在の懲役刑。公金、閉じ込めて強制労働をさせる刑です。るは漢字の通り島流しの刑。死は死罪でね。公主刑と残主刑があります。この5つが5刑です。貴族はお金を払えば刑罰が免除されるってことがあったようです。ただ、八逆っていう罪。 無法みたいなな重大な犯罪ね、天皇殺害とか国会の反乱とかあとは親とか目上の人に対する殺人なんていうのは特に重い犯罪っていうふうに定めていてこの八虐の罪を犯した場合には貴族だろうが何だろうが許されずに死罪になるっていう場合があったようです。 次に寮に書かれている内容を見ていきましょうまず中央政府の仕組みについて見ていきます天皇を中心とした国家を作るためにはとにかく国の制度を整えないといけません大法律令で定めていた中央政府の組織は二巻八章一台五 F で呼んでいます二巻は羅城官と仁義官この二つは国の最高機関で仁義官は祭祀や仁義を担当する役所 日本では、ニーナメとか大城祭みたいに、神様に関する儀式とか天皇の祭祀っていうのが非常に重要なものだったので、それ専用の役所。神様や祖先を祀ったり、五国豊穣を願ったりする神技館を設けています。ダジ官館は後で説明する八章をまとめる政治の最高機関です。ダジ官館にはいろんな感触があって、一番権力があるのが大臣。そのうち、ダジ大臣は必要な時にだけ置かれる特殊な感触で、 いつもは左大臣がトップ。で、次が右大臣。その次が大納言、小納言、左弁官、右弁官で続いていきます。この7つの役職についている人を苦行って呼んでいて、基本的な国の政策はこの苦行の話し合いで決まっていきます。ラジオ館の下には8章が置かれています。8章はそこに出ている通りの8つで、裁判とか戸籍の管理とか、国に関係する行政を分担して取り行っていた機関です。ここでは漢字だけ見て仕事がわかりにくい上の4つを見ていきましょう。 中塚佐賞は天皇の考えを伝える手紙、証書とか直書、二つまとめて章直って言うんだけど、この作成を行います。天皇の命令の案を考える役所なので、八つの中では一番権力がある部署です。式部章は役人への教育とか人事が仕事です。事部章は検討士みたいな外交とか仏教関係の仕事。民部省は戸籍の作成とか税金の徴収みたいな民生、租税関係の仕事になります。一代は壇上代です。 これは役人の観察を行う組織です。観察っていうのは悪いことをしていないかどうか、ちゃんと働いているかどうかを定期的にチェックすることです。語 F は都の警備や防衛の仕事です。エモ門府、左右エフ、左右エジ府の5つです。エモ門府は門を警備する仕事。左表 F、右エフは地方豪族の息子たちなんかが担当していた警備の仕事。左エジフ、府、エジ府は庶民階級出身の警備員の仕事です。 エジよりも兵衛の方が身分が高いのでより天皇の近くを守っているのが兵衛府っていうイメージです次に地方行政について見ていきましょう地方で区分伝を配ったり税を集めたりっていう仕事は誰がやるのかっていう内容です 国が地方の隅々までいちいち税を集めに行ったりはできないので、地方をある程度の大きさに分けて、地域ごとに役所を作っていきます。これが国です。国の役所を国府とか国がって呼んでいます。で、そこに役人を置いて、その地域のことはその役人に任せます。これが国司です。国司は任期が4年で、中央政府から任命されて派遣されていきます。で、地方では税を集めたり、兵士を集めたりするんだけど、その時に地方をさらに細かく分けていきます。これが軍や里です。 軍をまとめていた役人が軍事です。この軍事になったのは地方の有力豪族。昔で言うと国の宮津子だったような地方の有力者です。地方のことはその地域を昔から治めている人、影響力がある人に任せた方が地方をまとめやすいんでね。だから軍事は世襲制です。一つの家の子孫で引き継いでいって人気は死ぬまで一生です。軍の役所を軍がとかぐーけって呼んでいます。大法律令以前は軍って呼ばずに兵っていうふうに呼んでたことが出土した木簡から判明しています。 軍の中をさらに細かく分けたのが里。里を統括するのが里さです。だいたい50個で一里なんだけど、1個っていうのは家族の単位で、夫婦や親子の他に親族なんかも含めていたので、だいたい25人くらいで1個。その50個分が一里です。50個の農家を管理するのが里さになります。天皇の住む都周辺の地域を紀内って呼んでいます。日本は紀内が5つの国に分かれているので、五紀って呼んでいます。 で、さっきも言ったんだけど、国司は中央政府から派遣されていきます。中央集権国家なので、中央からの命令ってとっても重要なんです。地方と中央とのやりとりがとっても多くなるんだけど、当時はメールとかスマホはないので、歩いてやりとりをするんだよね。なので、中央の都から各国に道を通さないといけません。七道っていうのは、そのために作られた道路で、その道が通っている地方全体を指すようになっていきます。都からの道路を基準に作っているので、 キー、今の和歌山県は南海道。大ー今の滋賀県は東山道みたいに、現在の都道府県の間隔と少し違うところがあります。それから、今の九州は西海道で、これは大財府からの道路が基準になっています。中央政府から地方への連絡手段として設けていたのが駅製です。30時約16キロごとに馬屋を置いています。 馬屋には文字通り移動手段として使う馬、駅馬が飼われていて、この駅馬を使って次の馬屋まで移動していきます。で、次の馬屋で新しい馬に乗り換えて、さらに先に移動していくっていう乗り継ぎ方式です。ただし、この駅馬を使用できるのは、駅礼っていう使用許可書を持っていた役人、つまり、朝廷とか国府が派遣した公式の役人だけでした。地方の中の交通路移動手段として天馬性も整備されていたことも覚えておきましょう。 また、古代の三石っていうのも名前と場所を押さえておきましょう。都の外からの敵の侵入を防ぐための石所で、反乱なんかがあった時に通行止めになるんでね。鈴鹿の石、不和の石、荒地の石の3つです。置かれていた七道とセットで押さえておきましょう。それから、政治的に重要な場所には特別な役職も置いています。例えば、京都には京式。何和の宮があって、何和津っていう重要な港があった摂津には摂津式。 外交や防衛の重要な拠点である九州には太宰府を置きます。教式は教を左右に分けて左教式、右教式がありました。太宰府は別名の唐の帝っていうのも押さえておきましょう。最後に官職について見ていきます。官職には死等官制が導入されます。これは各官職の幹部を必ず4階級に分ける仕組みです。各役所の官職は4つあって、神、素家、上、左官に分類しています。この4つには上下関係があって、ナンバーワンクラスが神。 ナナナンンンバババーーー2ががが3 4です。例えば国司は1つの国に大体4人任命されてそのうち一番偉い人が神副国司みたいなナンバー2が助3番目が上、4番目が左官軍司だったら1つの軍に軍事もやっぱり4人いて一番偉い軍事が神次が助で上左官っていうふうに読み方は同じ神助助左官なんだけど感触ごとに使う漢字が違っているのでちょっとややこしいんだよね。 大きな国の国司だと、嬢が大嬢、少女みたいに分かれていて、全部で6人いるところもあったみたいだし、神儀官の神は人儀伯、妥嬢官の神は妥嬢大臣っていう呼ぶしでちょっとややこしいことが多いんだけど、ま、そのあたりは無視しても大丈夫かなと思います。貴族には異界、位が与えられます。 一回は貴族の仕事である感触を決めるときの目安になります。5位、4位、3位、2位、1位みたいに数字が小さくなるほど身分が高くなっていきます。一番偉いのが小1位、次が1一1位で、一番下は小遅い下。 全部で30回あります。朝廷の仕事である官職には、その官職につける最低ランクの位、位階っていうのが決まっていて、官職と位階が連動しています。どの位階だとどの職につけるのか、どの職に相当するのかっていう組み合わせが決まっているっていうことです。これを官位相当の性って言います。 なので、異階が上がればより高い役職に就くことができます。逆に言うと、例えば、左大臣は2位以上じゃないとなれないって決まっていたので、3位の異階の人がどんなに頑張っても、左大臣にはなれません。左大臣になるには、左大臣の空きが出るだけじゃなくて、自分が2位の異階を持っていないといけない。これが官位相当のせいです。官と異が相当していないといけないっていう制度です。次に、恩異のせい。 これはお父さんとかおじいちゃんの理解が高いと、その子供や孫が一定の理解をもらえるっていう制度です。 5位以上の貴族の子供とか3位以上の貴族の孫みたいに偉い貴族の子供や孫は30回ある異界の途中からスタートできるっていう優遇制度です簡易相当の性があると能力主義で異界が上がれば出世ができそうなんだけど実際はこの恩位の性があるので有力な貴族が高いくらいに居続けることになりますちなみに民衆にも領民と先民っていうランクがあって普通の農民であれば領民になります 両民よりも会の身分とされた先民は特に五色の線っていう五つがありました。両子っていう天皇の墓、両母を守る人、役人の仕事上の奴隷だった漢子や苦ぬ豪族や貴族が私的に抱えていた奴隷の家人、死ぬ日、この五つです。漢子と苦ぬ家人と死ぬ日にはこんな違いがあります。はい。ということで、律令制度の第一弾、官僚制度や行政区分について見てきました。 第2弾の次回は土地制度と税制度について見ていきたいと思います。では本日の動画は以上です。本日もご視聴ありがとうございました。